どうもどうも、だからどうもにゴーヤを食べちゃう、どうも文人です。はい、というわけでね、今日はね、なんとね、5月8日ゴーヤの日らしいですね。ゴーヤー、はい、というわけでね、そう、早速ね、もうゴーヤの日なんでね、ゴーヤを植えたんでね、皆さんに、ゴーヤを紹介したといえば、私のゴーヤをね、植えたゴーヤを、はい、これがまずね、アバシゴーヤですね。アバシゴーヤー、イエーイ。はい、そして、次が、続きましては、こっちが沖縄なんか呼び方かね、長長ゴーヤー、イエーイ。はい、そして、こっちが、苦味がうまい、長長ゴーヤー。あ、これも沖縄長長って書いてあるんだよ。では同じかもしれない。まあいいや。一応3種類買ってね、そう、ゴーヤーを育ててます。はい、つまりあとはね、植えたばっかなんでね、水をあげてね、ちゃんと根付いてもらうように、はい、水大きく育てよ、でっかく育てよ、たくさんゴーヤーを俺に食わして苦味を味わわしてくれ、ね、あと 2,3 ヶ月でね、ゴーヤーのね、苦味がね、あ、じゃあ俺は飲まない。はい、そういうわけでね、この後もね、ゴーヤーの成長をね、随時報告していきますんでね、そしてゴーヤーができたら食っていきますんでね、皆さんよろしくお願いします。お楽しみに。ゴーヤー、アゴヤのゴーヤー、あ、これ、なんだ、あれ、なんだっけ、コナンの、ヒロイン、それでは、白ひげー。